こんばんは、カナエです。前回アインハンダー一気になんとかクリアしましたけれども、今回はこのギャラリーを見ていきたいと思います。やっぱり実況の中だけではこのアインハンダーの世界観はとてもまあ説明しきれなかったので、で今回はもう前回のおまけ的な位置づけで、まあ、BGM もかかっているようにのんびりと見ていただけたらと思います。それではまず、あ、その前に自分で挑戦したいと思っている方は絶対に見ないことをお勧めします。おそらくほぼほぼコンプリートはできてるのかなとは思うので、確かイージーをクリアして、でノーマルもコンティニューも含めてでもクリアすればほぼほぼ集まったような、でハードは3回以内にコンティニューでクリアすると赤い真っ赤な機体が手に入ると言いましたが、ギャラリーには確かノーコンティニューでクリアしたとしても特に影響はなかったとかないなんだとか、はい、それではまずタイトル画面ですね。レントゲン、誰の手だろう。指の長さ的には男性かな。さあ、そしてまずは武器からですね。ヴァルカン、本当にお世話になりました。なんだかんだで一番最初に手に入る武器で、威力もあと弾自体も細かったりするけど、私は好きです。さあ次がカノン、お世話になりました。やっぱり貫通するとかちょっと硬い敵とかにはもうすごい助かりますね。でワスプ、これ下につけてるときはまっすぐ直進すると、で上にするとあのように追従ミサイルになります。かなり便利ですね。遠近があるシーンとかでも当たっていてくれるので、まあ、だからミサイルでないと倒せない、そんな敵も結構いたわけです。そしてスプレッダー、これも後ろ向きにもうこう散弾を撃てるので結構便利なときありますね。グレネイド、これもかなりめちゃめちゃ強力でしたけど、意外と2発しかこう連射できなかったり、なんか地味だったり、あんまりなんかヒューンと投擲して落ちていくだけだから意外と使われてないのかもしれないけど、前回だったらゲシュテル、空港の中ボスですね。人型汎用戦車らしいですけど、ゲシュテルなんかにもかなり効果を発揮したかなと思います。これを使って彼の手をよこせと手をもらって吹き飛ばしていたかと思います。そして次がこのヘッジホッグですね。でこれも前回は確かあんま使わなかったかもしれないですけど、水陸両用型のザラマンダーですね、ぶら下がったりなんか浮かんでたりして、あれにはもうそう恐ろしい効果を発揮しますので、挑戦する人は試してみてもいいかもしれません。さあそしてこれがジュノーですね。前回はもう特に一番最後ラスボスの手前で運よく手に入ったので本当に助かったと思います。はい、そしてブレイブ、これ確か前回は全くいらないところで手に入れてしまった気がしますけど、なかなかね使いこなすのは難しいかなと思います。はい、そしてライオット、これはもうかなりかっこいい
雷撃を食らわせられたんじゃないでしょうか。前回も嫌いのような空港の硬いやつとか走行関係なくバシーンと雷を打てるので、そういう時は助かると思います。そしてこれが、フラッシュですね。前回はなんだかんだで結構手に入った気がしますけど、一つは大きい縦穴で降りていく時に大量の雑魚キャラを全滅させることができれば落ちてくるやつね、手に入ります。で、あとはまた忘れた、何だったっけ、ゲヒルンじゃなくてゲシュタルトじゃなくてゲシュテルですね。彼を結構案内していじめてすると、しまいに赤い箱を投げつけて手に入るというものです。ちなみに彼の頭だけを破壊してしまうとあそこまではいかないと思います。なので意外と手をうまいこと破壊してあげないと手に入らないんじゃないかなと思います。そしてこれがモスキート。名前がちょっとかということなので、もう磁気が動いたように動いて飛んでいく、そんな変なミサイルです。ただ威力はめちゃめちゃ高いんですけど、ちょっとそんな使い方なので結構ちょっと雑魚キャラにはちょっと、とても使えないんじゃないかなと思います。ただこれはザラマンダーを倒した直後の後ろに置いてあったドラム缶とか言ってたところで手に入ります。さあこれがパイソン。これ惜しかったですね。空港の途中のあたりで背景に走ってきたトラックをワスプのミサイルを持ってのみ破壊できる、そして手に入る、数珠つなぎで爆雷を飛ばせるって言っていたやつですね。これもなかなか使い勝手が難しいけど、威力だけ見たらめちゃめちゃ強力です。さあ以上が武器編ですね。続いて、いいですね、このアナログ設定が出撃ののろし。これは彼らが月面基地セレーヌの基地を出陣するシーンでしょうね。そして地球に降り立ちゾードムの帝都侵攻。このイラストの右下に写っているのが中ボスで来たグライフですね。体ほんとかっこいいですよね。そして死神の領城。これどれかなと思うんですけども、意外と結構後の方に出てくる、最後の方でカタパルトの上で戦った戦略宇宙艦のを最後に守った人型戦車とされてる機体ですね。名前がデューラーですね。覚えにくいですね、デューラー。本当に多彩な攻撃をしてくるのでかなり強いです。特に黄色いレーザー、拡散レーザーと青い、青い変なレーザーのような丸いのを飛ばしてくる、あれを同時に撃たれた時がもう最悪です。ちなみにノーマルだ と,、もっと黄色いレーザーが狭く速くなります。ハードはもう最悪でしたね。野種、野戦ですね。これは右の方に映ってるのがガルネーですね。ものすごいスピードで滑走していた中ボスです。それで奥に見えてるのが装甲列車ですね。やっぱり装甲列車ってロマンありますよね。巨獣の方向、
これはあの一面のボス、ドラヘですね。なんでもドラヘは結構あの初期型なのかな、旧式の、あの、まあ、歩行戦車で、結構なんかあのテイとゾードムの周囲をこう好きに自立型なので歩き回らせて、歩き回らせているらしいです。冥界の悪、これがあのザラマンダーですね。あれはなかなか、なかなか初めてだと苦戦するんじゃないかなと思います。さあ、黒影国営の長領、これがもうね、さっきから名前を覚えられなくてごめんなさいな、あのゲシュテルです。もうこれもね、めちゃめちゃ強いのでかなり苦戦するんじゃないかと思います。もうあのハードになると動きの速さ、動きが尋常でなく速い。さあ、命なきスアナ、これはあの三面の中ボス、レーザーをバンバン撃って、バシバシ撃ってきた、あのちょっとこう雲のような動きをするやつですね。名前が、月光で、月光っていう名前はあのヤモリだったかなの意味で、あのヤモリのようにこう自在に壁を這い回ることができるということからのようです。ちなみに雲っていう名前はあの二面の、まあ、この後多分出てくると思いますけど、シュピンネですね。これがグライフ。めちゃめちゃかっこいい、美しいですよね、この原画。あのポッドから最初のなんだろう、ショットガン、拡散弾と、あとはあのサブマシンガンと、それらが壊れると、あのオープニングで出てきたレーザーカノンをぶっ放していきます。めちゃめちゃ弾が速いです。でドラヘ、かっこいいですね。これもあのようにかなり多彩な攻撃をしてきます。レーザーカノンは凄まじかったと思います。そしてガルネーレ、めちゃめちゃ美しいですよね。あの超高機動な、一応これも戦車だそうです。ちなみに後ろに見えているあの部分は、なんだろう、長期戦とか遠征が単独でできるような格納庫になっているようです。そしてこれが2面のボス、シュピンネ、機関車シュピンネですね。後ろにあれだけの車両を引き連れて、走行することができる。しかもあの攻撃力、まあ本当に すさまじくかっこいい、あの登場シーンでしたけど、がドラヘの、前回も見れましたね、重砲形態。ウーフ図解、これはあの一面から出てくるちょっと硬い走行車、なんだ、半重力の浮遊走行車両かなの、まあ、図解。これはあの取扱説明書にも出てくるものです。あの緑に光ってる部分は特に言わなかったですけど、あそこが共通であのコアと呼ばれていて、まあ、一応弱点になっています。基本的に走行に守られています。でこれが月のセレーネ、そして地球のゾードムの国籍だそうです。結構ゾードム怖いですよね。ゾードムは公用語がドイツ語だそうです。あ、本当にあのドイツ語わかる方、本当にお願いします。エンディミオン、マーク2、そしてマーク3、本当にもう機体デザインが美しいですよね。このアームが本当独特ですけど、そしてこれが私が使用したアストライユ、かっこいいですね、いかつい。
月下の降臨、これはあのアストライアなり降下してくるところを下からグライフですねが待ち構える、待ち受けるというシーンでしょうね。あの一面のあのオフィスビル街の背景も本当に好きですね。めちゃめちゃかっこいい。さあ使命の刹那、これはあのヤモリ月光のシーンですね。あれもあのレーザーをねもう野放しにしてるととんでもない攻撃をしてくるので、ぜひあの試してみてください。未完の魔書、そうあのザラマンダーは一応あれでも未完成だそうです。どう完成したらどうなるのかなと思いますけどね。水陸両用型のまあかなり多彩な兵器ですね。鋼の騎兵、これがあのシュトルムフォーゲルです。空港の手前か、原子炉を爆破して最後飛び出してきたやつです。あれはあの陸戦型と飛行型がこう分離して、電撃作戦じゃないですけど同時に攻撃をすることもできるという兵器だそうです。で鋼鉄の軍団、これはあのおそらくシュピンネですね。自伝の十字架、あれも知らないとぶっ潰されるかもしれないですね。砂人の演武、ガルネール、そして戦慄の打天使ヒュペリオン、あのラスボスの戦闘シーン、あの目まぐるしい宇宙船の表現、あれは本当に、そしてあの音楽もねオペラのような、本当に1997年信じられないですね。そしてこれが歩行形態、ワスプのロケット弾だそうです。実際には赤と青だったような、赤の方かな、マインハンダー搭載兵装、これも確かあの説明書に載ってた気がします。そしてウーフ、シャーベ、でこれがあの一番最初に出てくるあの雑魚キャラですね。なんとなくパトカーのように見えてたんですけど、実際はこういうデザインのようです。あと確かどうにかするとあの時期がこのシャーベでゴーができるようです。確かあのボーナスがあのゲーム中であの赤い機体を破壊したりところどころ結構出てたと思うんですけど、あれをなんだろうかなり獲得していると確か使えるようになるんだったかなと思います。めちゃめちゃその実況もちょっとしてみたいかもしれないですね。アングラー、文字通りアンダーグラウンドの、 あの旧市街にのみ現れる、まあ言ったらあのルート自体実際にはもう隠しルートなので隠しキャラです。なかなか独特なねあのプンって言ってあのついてくる、まあ、探査機のような役割でもあるんでしょうね。ちょっとなかなか独特な雰囲気。そしてフロー、これはどの機体、あのすごい大きい縦穴の中で早々に壊しちゃったからあんまり出てこなかったけど、いっぱい全滅させたって言ったあれがこれですね。意外とあの強力な爆雷、炸薬弾かな、炸裂弾かな
をちょっと飛ばしてきたりするので注意が必要です。なった。あ、そしてこれがそのあの縦穴に壁付けされている、うん、地味に鬱陶しいあの変な壁付け機体、壁付け機です。そしてドローネ、まあ、ドローネですね。やっぱりこれがあの走行列車からボン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 あの射出されていたくるくる回って飛んでたちょっと可愛いポットみたいなやつです。でトリロビート、なかなかおぞましい外観をしてますが走行列車の一部ですね。そしてケーファー、これがあの先ほどのドローネなんかをボンボン飛ばしてきていたあの車両ですね。シュネッケいましたね。でこう2面でもこう滑走してる UFO のような外観ですよね。もっとそしてエンデミオンマーク2マーク3でアストライフ、さあそしてマインハンターメリアムです。主人公ですね。実は可愛い、可愛らしいと言ったらちょっと変ですけど、こんな優しい青年です。最初のオープニングムービーのヘルメットしてるシーンからもちょっと想像も期待からもちょっと想像はつかないと思いますけど、実はあの今回このまあまあどうでもいいBGM選ぶときもこのイラストがあるからちょっと実は優しめの雰囲気にしてみました。選手の休息、ミリアムはセレーネ、月に恋人はいるのかな。でも決死隊として送り込まれたということなので、辛いでしょうね、辛かったでしょうね。復興の足音、これはどの機体かな、どの機体、サメやらぬ闘魂、この機体はガルネーレでしょうね。口は書いてあるガルネーレを操縦してる人はすごいね。僕らの秘密基地、なんかそんなロマンありますね。ある小説もちょっと彷彿とします。機体はこれ一面のあのドラッヘ、あと遠くに見えてるのはテート・ゾードムの高層タワーですね。鋼鉄の化石、これは何の跡か、ちょっと何かな、分かる人いたら教えてください。英語回帰、きっとこれは最後のヒュペリオンの残骸でしょうね。あのヒュペリオンが最後こうウーンとこう大気圏に落下して爆散するシーン、地味にあの小さな破片も時間差でこうバスンとその本体の爆発に爆散にちょっと遅れて爆散する、あれはあの演出好きなんですよね。シュバルベ、あーこれわかりますかね、あの水のステージでわんさか飛んできた、もう勘弁してよというぐらい飛んでくる、あのイージーであれですからね。プヴァレ、これもあのプカプカ浮かんでたポンドですね。まあまあ
武器をいっぱい供給してくれるのでありがたいんですけど、あれがイージーでないともっといっぱい撃ってくるようになります。レーヴェ、これは水面の後のすっごい狭い路地のような、作業スペースというか、搬入出スペースのような狭い通路のところにいっぱいいたやつですね。コリボリ、これも同じくです。最後は原子炉でね、下から行っていたら多分大体飛んでいてくれるので、それだけはありがたい存在です。そしてこれが、パルツィファルか、同じところで斜面をスロープをギャリ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 とこう降りてきて、早々にぶっ壊してしまいましたけど、結構に意外とほっとくとも大変なことになる小ボスです。結構かっこいいですね。ヴァンピア、これはですね、なんていう名前だったっけ、鋼鉄の騎士じゃなくて、何でしたっけ、シュトゥルムフォーゲルですね、のステージでちょっと出てきて、ちょっとスペースシップ的な、ちょっとかっこいいデザインですけど。で、ツィカーデ、これはもう空港、実質空軍基地でしたけど、まさかこれももう出てきた、もう本当にめちゃめちゃいっぱい撃ってくる彼らですね。シュトルヒ、見ましたね、たくさんガンガン 両腕からミサイルを撃ってくるやつ、結構硬い上にしかも何かを投下して去っていくという、もう面倒な、ちょっと面倒な雑魚的です。ヤクトシュタール、同じく割と逆関節かな、でちょっとガチャンガチャン歩いてたやつですね。パンツァーシュタール、これもその別バージョンです。アリゲーター、アリガーター、これが画面を埋め尽くさんとする青いレーザーを放ってきたやつです。本当なら滑走路の手前で雑魚キャラを全部倒したから出てきてくれると思ったんだけど、あれだけちょっと残念ですけどね。赤い機体を中心に3機が埋め尽くすっていうシーンを見せたかったんですけど。さあ、そしてこれがアインハンダー初期攻だいぶここから変わったということになりますね。最初はもっとこう丸っこい未来的な、なんていうか丸っこい局面だったんですね。そしてこれが初期攻に、やや硬い方向になってますよね。これだとちょっと今そこまでかっこよくはないのかなと。そしてここで初期攻3、木にこうフォルムが研ぎ澄まされてますね。そして初期攻4、はい、というわけで以上アインハンダーギャラリーでした。まだ何かあるのかもしれないですけれども、ある時あったらまた教えてください。それではこれにて今回の、おまけですけれども、アインハンダーギャラリーの回を終わりたいと思います。のんびりお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございました。また何かこれぞって思うようなゲームがあればあると思いますので、実況させていただきたいと思います。カナエでした。ありがとうございました。